はい、というわけで先週行われたスーパーカップカップ結果お伝えしたいと思います。マグの結果はこんな感じ、231位でした。はい、というわけでね、皆さんはいかがだったでしょうか。今回のマグの順位は238位でございます。順位報酬はこんな感じになっております。なるほど、2桁だったら、100位以内だったら星5確定チケットが3つもらえたんですね。なるほど、欲しかったな。使い道があんまりないけれども星5確定チケット欲しかったな。というわけで以上順位でした。今回は訳あって顔出しなしという感じになっております。はい、というわけで花粉症なのに外で作業しちゃいけないよね。絶賛鼻水が止まらない状態になっているマグマグマグロンと申しまーす。はい、というわけで今回はサカツクやっていきたいと思います。はい、というわけでじゃあやっていきましょう。今回はね、ちょっとスタジオを設置するお時間がありませんでしたので、今回は声のみでお送りしたいと思います。はい、じゃあまあ今日は軽めのお話ということになっていますので、そちらでいきたいと思います。はい、まずはこんな感じ。どんな感じ。はい、じゃあまずは一発目、こちらを見に行きたいと思います。新星6監督モスキーニョ登場ということになっております。攻守2つの顔を持つフォーメーションということなんでしょうかね。3月13日よりチェルシーの選手を編成すると強くなるフォーメーションコンボ、青獅子の栄冠というモスキーニョ監督が登場します。 SP フォーメーションではポジションエディットで CF 以外の攻撃的な選手を、守備寄りの配置に調整することが可能ですということになっております。モスキーニョっていう人がね、どんな人か分かれば意味も分かるんじゃないでしょうかね。はい、というわけでご紹介いたしましょう。新星6監督モスキーニョ、モデルはジョゼ・モウリーニョ、ジョゼ・モウリーニョさんでございますね。皆さんご存知スペシャルワンね、自称世界一の監督ということで、有名なモウリーニョ監督になっております。今回はチェルシーということになっております。監督キャリアは2000年から2024年まで監督キャリアがあるんですが、チェルシーは、0407シーズンの3シーズン、さらに、13年から13、14、14、15シーズンの、5シーズン、チェルシーの監督を務めております。そして素晴らしいのが0405、05、06でもプレミアリーグ優勝、2回目に就任した1415シーズンでもプレミアリーグ優勝というわけでね、在籍したクラブを優勝させる監督として有名ではあるんですが、プレミアでも優勝してるっていうのはやっぱりさすがのモウリーニョっていうとこですよね。むしろこの辺りが全盛期っていう感じですかね。いや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 、本当にねすごい監督なのは認めますよ、認めますとも。じゃあまあちょっとこのフォーメーションでちょっとじっくりいきましょうか。懐かしのチェルシーフォーメーションをお話ししていきましょう。一応ね、後で紹介するんですけれども、今回のガチャがチェルシーなので、それも踏まえて、ご紹介したいと思います。まずは04シーズン、04、05、05、06シーズン、ちょっとごっちゃになってるかもしれないんですが、それでいきたいと思います。フォーメーションに関しては同じですね。むしろこっちは04、05、05、06シーズンをモチーフにしたフォーメーションになっております。今回のガチャもね、04、05からの選手が入ってるのでそうなっております。まずはゴールキーパーはツェフ、左からギャラス、ジョン・テリー、リカルド・カルバーリョ、ね、
あえて強調したってことはね、これガチャに出るってことですよ。そしてウェインブリッジ、もしくはパウロ・フェレイラ、ね、マグはね、どっちかっていうとね、WCCF っていうセガが出したゲームセンターのカードゲームが大好きでして、それではね、この右サイドバックのパウロ・フェレイラは有料白カードでしたね。いや、懐かしいな。よく使ったことがあります。そして、ボランチはマケレレ、ランパード、そして、ジョー・コールが、この A のポジションでも起用されましたし、右ウィングでも起用されました。なのでね、ちょっとまだ見てないんですけど、ジョー・コールがどのポジションになってるのかも注目ですね。なんなら両ポジ赤でもいいよね。うん。そして、左がアリエン・ロベン、フォワードはドログバ、内視はグジョンゼン、もしくはクレスポ、こんな感じでしたね。右ウィングに関してはダミアン・ダフとか、マグの大好きな SWP ショーン・ライト・フィリップスっていう選手もいるんですよね。これも WCCF の時大好きで使ったんだよね。有料白カードでした。懐かしい。でも、ショーン・ライト・フィリップスは、あれか?サカツクでは、過去に、あれ、名前なんつうんだっけ?レジェンドマッチじゃないし、スターチャレンジ。ね、スターチャレかなんかで SWP は出てると思うんですけれどもね、右ウィングにフォーメーションが入っ、あ、プレイスタイルが入ってないのでね、まあみんな持ってても強くないかもしれないけど、SWP も入るってことですね、ここにね。まあ、健在でしたらどうぞお使いくださいって感じですけれども、まあ、この頃は結構強かったんですけども、まあ、ちょっとね、当時のねチェルシーのファンの方にとってみたらちょっと違うよって言うかもしれないんですけども、まあ、マグの印象っていうところで言うと、まあ、正直レアルマドリードね、まあ、ちょっとあまり評価をもらえなかったマケレレがチェルシーに移籍していきなり優勝してみせるあたり、なんだレアルマドリードの優勝はマケレレのおかげだったんじゃないかっていう風に思わせるシーズンだったんで、この時はなんかこうモウリーニョの監督力で勝ったっていうよりかは、なんかマケレレ獲得で優勝したみたいな、ちょっとねそんなイメージね、違ったらごめんなさいね。まあ、個人的にはね、ちょっと本当マケレレがちょっと別格だったかなっていう風に思っているシーズンでした。以上。あれ、あんまりエピソードがなかった。もう、2回目に、モウリーニョが監督に就任したのが1415シーズン。この時もプレミアリーグがで優勝しております。この頃のフォーメーションは4213ですね。なのでちょっと真ん中の位置が違うかな。で、その頃、ちょっと画面変えるね。その頃のフォーメーションをいきます。ゴールキーパークルトは、左はフェリペ・ルイス、ジョン・テリーまだいるって感じですよね。そしてガリー・ケイヒル、アスピリ・クエタ、そしてボランチがマティッチ、ファブレガスね、強調して言いました。トップ下がオスカル、左がアザール、右がシュールレ、トップがジエゴ・コスタって感じですかね。この時に1回ねサラーが入ってるんですよね。うん、白カードサラーが入ってるんですよ。ただこの時には今のサラーではございませんので、全然活躍しなかったんですよね、この時のチェルシーサラーはね。この後ね、セリアを一回経由してからリバプールに帰ってきたら大化けたっていう感じですよね。この時のチェルシーのサポーターにとってみたら、サラーの子いたのかいてないのか、そこら辺も覚えてない人もいるんじゃないかな、もしかしたらね。1415シーズンでプレミア優勝した立役者は、もちろんボランチファブレガスね。アーセナルからバルセロナに移籍して、バルセロナでちょっと使われ方がいまいちでね、ファブレガスもね、ちょっと煮え切らないシーズンを送ってたんですが、バルセロナとしてはまあいっかなみたいになっちゃってですね、結局、ファブレガスの売却先を探したんですよね。ところがですね、その時アーセナルが買い戻せるほどのお金がなく、今のアーセナルならね、180億円出してデクラン・ライス買っちゃうぐらいお金があるんですけれども、当時のアーセナルはそれを買い戻す力がなかったものですから、残念ながらファブレガス君はですね、ロンドンのチェルシーに行ってしまうというね、この悲劇。まあ正直ね、アーセナルサポーターにとってみたら、
何してくれてんだよと、ライバルチームに入るなんて、いくらプレミアに戻ってくるとは言っても行くところあるだろう他にもみたいな、ね、なんでチェルシーなんだっていう風に思われた中で入っていきなり優勝っていうところなので、さっき負けれで次ファブレガスっていうことなので、ボランチが肝ですね。このモウリーニョサッカー、特にプレミアにおいては MVP 級の活躍をしたのはなんとボランチというね、そのポジションなんですよね。正直ね、ファブレガスが、とんでもない力を発揮しましたね。いやいやいや、ファブレガスのロングボールからセンターフォワードジエゴコスタにポインポイントで渡して、なんか粘っこいキープしながらなんかゴール決めてるみたいなね、そんなのがね結構ありましたね。ちょっとね、ジエゴコスタと、ファブレガスの相性も良かったかもしれないですね、これね。というわけでね、そういうシーズンでしたね。これはどうなんでしょうかね、どっちがいいんでしょうかね。だからアーセナルにずっといた場合、確実にアーセナルで銅像ができてますね。セスクっていう名前で銅像が絶対できてたと思います。ただ移籍しなかった場合、銅像はできるんですが、少年の頃からバルセロナからアーセナルに来て、いつかはバルセロナに戻りたいと思っていた少年が戻らずにずっとアーセナルに居続けた時、もしかしたらバルセロナに行かなかったことを後悔するかもしれない、ね、そう思ったからこそバルセロナに帰るという選択をした。そしたらその後そういうシーズンが待っていた。アーセナルで銅像は当然できません。できないけれども、本人としてはやっぱり優勝するっていう、サッカー選手としては一番の名誉である優勝することができた。もしアーセナルに残ってたら優勝はなかったかもしれない、あったかもしれない、ただね、選手としてはどっちが幸せだったのかなっていうね、そういうことなんですよね。だから残っても後悔、移籍しても、もし残ってたら銅像ができてたし、アーセナルに優勝をもたらすことができたかもしれないという後悔。つまりね、このフランセスク・ファブレガス君は移籍しても移籍しなくても、どっちを選んでも後悔するという、このかわいそうなサッカー人生。いや、でも本人が幸せならそれでいいか。移籍したっていうことでね、幸せを感じていたのならそれでいいか。残っていたならどうだろうっていう後悔があったらどうだろうね。ね、まあこればかりはね、いつか、もう出てるのかもしれないけどね、いつか自伝か何かで発表してくれればそれでいいですね。移籍した後悔、しなかった後悔、結局どっちに転んでも後悔が付きまとったんじゃないかなっていう。ねえ、いや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 、どっち取ったらいいんでしょうね。長くない？今回の長くない？今のはちょっと喋りすぎたな。ねえ、いや、じゃあ、というわけで、一旦カットするかい？ねえ、ファブレガスの話で一旦カット。はい、というわけで、じゃあちょっと見ていきましょうかね。なんかデブライネがいっぱいいるよ。はい、じゃあというわけで、じゃあモウリーニョ監督見てみましょうか。モウリーニョ監督をちょっと拝見しましょうか。入手順。これかな？これかな？青獅子の栄冠、こっちですね。どういうフォーメーションコンボになってるんですかね。まあざっと見て、なんかちょっと間違えてる。アーセナルになってる。メンバー的にはこんな感じになってます。ノーマルで36万ですね。メンバー的にはこうですが、何が働くのかな？ポジションエディットが面白いのかな？フォワードの動きはここ。フォワードはここ。ウィングは、ああ、こんなに下げれるんだ。ほら、こんなに下げれちゃう。サイドバックは、こんな感じ。センターが逆にね、ボランチのとこまで行く。ほら。片っぽが。で、これボランチだよね。
こういうことかい？こういうことかい？なんだいこれ。なんだいこのフォーメーション。いやいやいや、2階建てバスをゴール前に止めてるんじゃないんですか？っていうフォーメーションですね。モウリーニョにぴったり。はい、というわけでね、モウリーニョっていうのは、ね、現地でも言われた通り発揮しますよ。こんなフォーメーションでは遊びません。たとえ勝つって言われてもやりません、こんなフォーメーション。ね、ただ、モウリーニョ監督らしいサッカーをやるんだったら、今みたいな感じで、ゴール前に2階建てバスを止めてください。これがやはり、モウリーニョって感じがするのでね。まあ、こういうことができるよーっていうことみたいです。マグはやらない。はい、次。はい、今週のやること。ででん。チャンピオンズロードマッチやりましょう。選べる監督交換チケットをゲット。ってことで、こちらをやっていきましょう。まあ、その他は、かけらとかもあるし、星5選手。星5選手は、新規の方たちには結構いいイベントですのでね、ここでゲットしましょう。モルテンフィードやエナジャイズパスカットなども手に入るみたいです。さっき出てきたのはこれか。デブライネ、カンセロ、ルベンディアス、ジョンストーンズ、エデルソン、追撃ガチャのちょっと弱い版みたいなのが入ってんのかな。さらにステージ初回クリアではジョンストーンズ、あ、これ同じか。さっきのか。あ、さっきのだね。この辺が入っているようです。ケビン・デブライネ、AB ですけれどもね。新規の方にとってみたら、フォーメーションコンボが開くだけでも十分ですからね。ここら辺の選手も集められたら集めておいてください。はい、というわけで続きいきます。こちら。YouTube の方で、運営ちゃんが動画を上げておりますので、そちらもご確認ください。そちらの方が詳しいです。というわけで予告。スーパーオーナーズチャンピオンカップファーストということで、新しい大会が実施されるようです。おそらくだけれども、運営ちゃんにとってみたら、SWCC をやめて、こっちに徐々に移行していきたいんじゃないかなっていうふうに思わせる感じかなって思いますね。まあ、あとは運営ちゃんの、ね、ちょっと、どんな感じに仕上がるか次第で、考え方は変えるかもしれないんですけど、一回はね、ちょっとテスト的にやってみる感じかなと思います。これで何かね、不具合というか、何かね、起きなければ、これで行こうって感じじゃないかなと思います。どんどん花が詰まってまいりました。声が最初と違うかもしれません。SOCC、ちょっと言いにくい。開催日時に関しては4月3日からということなので、3週間後、エントリーは2週間後っていう感じになっております。今はまだ予告、こういうのがあるよーって感じですね。まあざっくり言いますと、今までやってたあの能力の数値で、場所を分けるっていうことをやめるみたいですね。そうでいいんだよね。今回の、ファーストラウンド、セカンドラウンド、そしてファイナルラウンド、っていうのがあるんですが、ちょっと日程が後ろすぎるんだよな。これマグとしては動画撮るの大変になるな、これ。一日前倒せないもんかね、これ。で、まあちょっとね、できれば運営ちゃん、ファイナルラウンド1日早くできないかな、これ。日曜の7時からってのは、ちょっとこれ土日にやりたいよね、ここをね。もうちょっとこれ日程をね、ちょっと考え直していただけると助かるかな。うん。とにかく、今回の、SOCC に関しては、ファーストラウンド、セカンドラウンド、そしてファイナルラウンドに関しては、敗退というルールがありませんので、全員必ずファイナルラウンドまで進めます。ファーストラウンド、並びにセカンドラウンドに関しては、あなたの現在の能力、成績に応じて振り分けるための、順位決定戦みたいな感じですね。例えばランクマとかね、対戦格闘ゲームであるランクマとかのね、ランク決めをするための、
二次予選って感じでしょうね。簡単に言うとこんな感じ。ファーストラウンドでこんな感じ。おそらくは数字で、あなたの実力が今、ルーキー、シルバー、ブロンズ、ゴールドなのか、それとも、ゴールド、ダイヤモンド、プラチナ、ダイヤモンドなのか、もしくはマスターなのか、カテゴリーを3つに分けたい、そういう感じみたいですね。それを決めるためのファーストラウンド、みたいな感じだそうです。おそらくここのファーストラウンドの組み分けに関しては数字かな、やっぱりね。で、セカンドラウンドに関してはそこからさらに、マスターの A クラスに入れるか B クラスに入れるかが、一次予選で決まると。で、二次予選ではこのようにマスターの A なのか B なのか、それを決めます。そしてさらに二次予選でさらに細分化していく、そういう感じになるみたいですね。マグの場合はマスターの B に入りそうだけど、そこからさらに落ちてファイナルラウンドの C あたりに落ち着くかなーって感じでしょうね。まああとはその時の運次第でマグがどのクラスに入るかね。ここはじゃあ今度はあれだね、ゴールドランクとかプラチナランクとかそういうのじゃなくてね、もう多分45万超えちゃってるところだったんで、そろそろ一個上のカテゴリーやろうかなと思ったタイミングだったので、一つちょっと上ちゃんに言えることは、この大会やるのはマグにとってベストなタイミングです。ありがとう。ね。ちょうど変えたいと思ってたところなんだ。さらに、勝ち点制ではなく、このポイント制になってますね。ホームで勝ったり引き分けたり、1ゴール、イエロー、レッド、スキル発動とかが、勝ち点、勝ったら300点。もちろん戦術じゃんけんができるわけですよね、ホームはね。ただアウェーも計算されるみたいですね。そっちのアウェーに関しては逆に勝利が700点になってるので、戦術じゃんけんで負けてても勝ったら高いよってことだね。で、引き分けでも結構高いので、ちょっと気にしてる部分で言うと、ゲームフォーメーションを組む人が増えそうなのがちょっと残念かなーって感じがしますね。まあ、例えばもう5バックとか、さっきのモーリーニョみたいなね、2階建てバスを置くような戦術が流行っちゃうかなーってのがちょっと懸念かな。まあ、ゲームなんでやってもいいんですけれども、そうしないと勝てないをやると WCCF の二の舞なんで、基本的にね、サッカー好きのために、そのなんていうのは、ゲームフォメじゃないと勝てないっていうルールだけはね、ちょっと運営ちゃん、危険な香りがしますよ。そうするとね、サッカー好き離れちゃうんだよね。サッカー好きはね、オリジナルフォーメーションでやるのが好きなのよね。4-1-2-3でしっかり組みたいのよ。だけどゲームが好きな人は勝つ戦術を選ぶから、もうぐちゃぐちゃっとした、もうサッカーではありえないフォーメーションを組んで、これで攻略したいっていう人がね、絶対いるんですが、ガチ勢は特にそういう人が多いんですけど、ゲーム好きが離れちゃう、サッカー好きが離れちゃう要素になるので、これは本当に同じセガがやった二の舞はやめといた方がいいよね。そこだけがちょっと今ね、怖いなって思ってるのがここの部分。アウェー700点はこれはちょっと加速するな、そういうフォーメーション組む人がっていうのがね、ちょっとね、まあ、これはね、どっちが好きっていうのもあるんでね、まあ、強制はできませんので、皆さんがね、勝ちたいからそのフォーメーションやりたいっていうのは止められないのでね、別にそれはもうしょうがないんですよね。好きにやっていいわけですからね。この動画を見て くださってる方たちも、別に勝ちたいっていうんであれば、全然そういうフォーメーションやっていただいて構わないんですけれども、マグみたいな人もいるよっていうことをね、ちょっと運営ちゃんに、ね、ちょっと届いてくれたらいいなっていうね、そういう話です。ね、ちょっとね、サッカー好きが離れちゃう要素になるよっていうところだけ苦言を呈させていただきました。皆さんは、お好きなようにどうぞ。まあ、マグはね、勝っても負けても楽しい人なんで、別にどっちでもいいです。はい、次。というわけで、じゃあちょっと、スカウトの方行きたいと思います。一旦カット。はい、というわけで、じゃあガチャの方見ていきたいと思います。あ、やべ、だいぶ喋っちゃった。ジョーコールが降臨、レジェンドスカウト。
というわけで今回はかつてイングランドの地で活躍したスター選手ジョー・コール、リカルド・カルバーリョ、リース・ジェームスなどの現役選手が登場するレジェンドスカウト開催という感じになっております。ここら辺は一気に飛ばします。ただちょっと気になるのがこちら、新コンビネーション特徴連携の守護壁だそうです。モスキーニョ監督が所持しているフォーメーションで初期位置を撮影したそうなんですけど、こうすれば4人入るよってことなのかな。リカルド・カルバーリョがそういうフォーメーションを持っているようです。コンビネーション守備コンビネーションみたいな感じですかね。はい、というわけでそんな感じになってます。ちょっとスカウトの方で見ていきたいと思います。はい、こんな感じ。はい、というわけでジョー・コールが来ております。今これ20番になってるから分かんないね。はい、じゃあ見ていきましょう。全部で5人しかいません。最近のサカツクではね、こう闇が浅いのが多いので、それしか出ないっていうスタイルが増えております。まずは1人から見ていきましょう。今回の目玉でございますセンターバック、リカルド・カルバーリョでございます。これがこちら、中央突破の選手のタックルとマークを中アップ、守備意識を中アップ、攻撃意識を中ダウン。あ、でもダウンあるんだ。さらに自身との連携を1段階強化する。連携強化は重複しない。この連携ってのは何が起きるんですかね。赤連携より上の連携みたいな感じなんですかね。虹色連携みたいな感じ、ちょっとわかんないですけど。そして S ランク3つというわけです。これはちょっと取ってみないとわかんないんですが、マグは今回これはスルーということなので取りません。また強い選手が出てきたってことですね。そして、リヴァイ・コルウィル、センターバック並びに左サイドバック両方赤ポジついております。 S1 個、まあ残念ながら外れ枠になっちゃうかな。そして、右ミッドフィルダーと右ディフェンダーが両方ついております。バンディエラなんですね。バンディエラは早いかな。リース・ジェームスでございます。チェルシーの選手の能力を大アップ。SSS、ちょっと S、あ、これはどうかな。それはどうかな。SS でいいんじゃないかな。3つはやりすぎかな。梅ちゃん。そして、ボランチ、そしてトップ下、カーニー・チュクエメカ選手が入っております。こちらは S1 個。なんぼなし。外れが2つきましたね。そして、あ、来ましたよ。ほら、さっきマグが言った通りでしたね。トップ下、そして右ウィング、ともに赤ポジになっております。本来のジョーコールもこんな感じでした。合ってます。はい、というわけでね、オレンジ連携の方も合ってますね。はい、こんな感じ。スキル、すごいのがついておりますね。チェイン、そして S ランク3つ。結構ね、S3 つでトップ下ってのはね、いっぱいいるんですけど、右ウィングってのはないからね。そしてファンタジスタですしね。ね、ファンタジスタが乱立している。まあまあまあいいでしょう。はい、というわけで以上、今回のガチャでした。チェルシーファンにとってはもうこれは全力で回さなければならない。そんな感じが来たんじゃないでしょうか。アーセナルの時と同じ展開でいくならば、これは追撃がある感じかな。で、さっき言った、わざわざ、ね、1415シーズンの話まで持ってきたじゃないですか。だから追撃は案外そっちっていう手もいけるんじゃない？それとも0405でまとめるかい？ね。ね、どっちにするかはわかんないけれども、なんかね、まあ、ジョン・テリーかな？ジョン・テリーじゃないかな？負けれれも出すかい？ランパードは出しやすいでしょうね。セスク出せる？ゴールキーパーもどっち出す？セフ出す？クルトワ出す？難しいね。というわけで、追撃もありそうな、そんなチェルシーでございました。まあ今の選手のね、チェルシーもまたあるのかな？もしかしたらね。はい、というわけで、今回はここまで。今回の動画良かったって方はコメント、高評価、チャンネル登録していただけますと、マグの動画作りの励みになります。よろしくお願いします。はい、というわけで、皆さんガンガンこちら、遊んでいきましょう。ね。意外と忘れちゃうのよ、ここ。いかん。
ね、忘れないようにやっていきましょう。ではでは今回はこの辺で、また次回お会いしましょう。じゃあねー。そしてついでに次の宣伝、今週の土日のどちらかの曜日でエデルソンのための100連やりますので、土日動画あげます。お楽しみに。